デックバリの出生地、フィエルバッカ・カミラ・デックバリは、スウェーデンの小説家。スウェーデン西海岸のブーヒュースレーン地方のフィエルバッカで生まれた。現在、夫と3人の子供とストックホルムに在住。幼い頃から、父の本棚にあった犯罪小説を好んで読み、ゴブリンが登場する作品などを書いていた。ヨーテボリ大学経済学部を卒業後、ストックホルム南部の町に、 引っ越し、作家を目指しながら、エコノミストとして、数年働いた後に、エリカパトリックシリーズでデビュー。デビュー前に、夫と両親から、クリエイティブライティングのコースを、クリスマスプレゼントとしてもらい、受講した。当時の夫とは後に離婚した。2005年、自身の本の観光記念パーティーで、後の夫、マーティン・メリンと出会い、2010年に結婚。メリンは、 本国のリアリティ番組エクスペリション・ドビンソンの2009年の優勝者である。スウェーデン本国ではシリーズ4作が合計400万部の売り上げを記録し、1970年代の推理小説シリーズマルティン・ベックや2000年代のベストセラーミレニアムを超える人気シリーズとなった。世界25カ国以上で翻訳されている。 物語のディテールや深みのあるキャラクター造形が特に称賛されている。スウェーデンのアガサクリスティと呼ばれることがある。2005年に SKTF 賞の今年の作家賞を翌2006年には国民文学賞を受賞した。ありがとうございます。